すごいですよね。結構なところまでありました。こっちまで見とけばよかったな。すげえドレスあんじゃん。あ、めちゃめちゃあれにすればよかったですかね。どういうことかな。ありえる。ボディコンみたいなさ。いいんじゃん。いいんじゃんって。テーマ80年代っていうテーマでさ。選ぶわ。80年代、さすがの私でも10代だわ。違うわ、10歳にもなってないわ。危ないわおい。やってんな。10歳にはなってないわ。なってない。びっくりした。シティリンクだ。そう。いいね、綺麗ですね。駅。あ、涼しい。いや、結構歩いてんな。自覚なく。あるはずだよ。ね。こんだけ、ありますね。よし。見つけた。ちょっとコインロックも使い方が変わってるらしいんで。はい。ましょうか。そうなんです。あ、全然いいんじゃん。はい。こんだけ？大丈夫。オッケー。じゃあコインロッカーの使い方を。はい。お釣りが出ないらしいからまだ。20円で。3時間20円。いつお金入れるんだよね。はい。で、これで閉まったのか。お、閉まりました。ここまでですね。はい。松山からここの水吉みたいなところまで行って、そこからタクシー。そう、チャージするところがないよね。切符別なのかな。別の場所だ。そもそもそこってピで行ける？あ、P いけるか。やばい、お腹が空けました。あった。はい、私が今お世話になっているガーラファクトリーの台湾支店がありました。お世話になってます、ガーラファクトリーさん。あ、肉まん食べちゃう。私肉まん食べますわ、腹減ってんで。すごい。はい、マシン買っちゃった。コンビニでジーローパンおにぎり買った。お、あんま見ないこれ。確かに見ない。これ何買った？これ一番上の肉、大肉まん買いました。はい。あ、もうゴロゴロだわ。わ。やばい。あれを彷彿と、551を彷彿とさせる。うわ、うまい。うまい？うん。台湾風な感じ？普通の肉まん？普通の肉まん？あ、肉うまいね。うん。肉まんうまい。何よ？いくら？35。あ、安いじゃん。うん。おじゃジーローハン。おにぎり。ツナですか？うん。ジーローハンだから鶏のなんか甘めの味付けした肉。うまい。普通のファミリーマートおにぎり。ちょっとパサついてる感じな。いきます。うん。海苔の味が違う。マジ？うん。韓国海苔です。あ、うまい。うん。なんか風味がある。全然具到達してないけど。米と海苔だけでいっぱい。ああ。ジーローハン。なんだっけ、初日の屋台の夜の時にさ、お菓子屋さん食べてなんか海苔の味違うよね。なんかそっか味ついてますね、海苔。これ大丈夫ですか？あ、まあ食べたいんですね、ゆっくりどうぞ。口だもん。何か分かったよ。はい、どうぞどうぞ。到達できた？うまいね。あ、踊っとる踊っとる。わかりやすい。うまっ。うまっ。結構。どこに？これだ。本当だ。プラットフォーム。2番線ってこと？そうですね。37分。モールでさ、時間で作ってるのあったんですか？消えるじゃん。パチパチパチって急に電気消えるじゃん。で次着いた時に誰もおらんくなるじゃん。到着15分。立ってることを忘れるような時間の過ごし方をしたいんですけど。確かに。何分か座れないとしたら結構大変だから。なんかただただ人に耐えるよりは、なんか想像でできるボードゲームとかないんですけど、想像でできるボードゲーム。まああるけど。一番あれなのはブラックストーリー。ブラックストーリーなんかウミガメの巣っていうか、ああ水平思考ゲーム。そう、あれとかはまあできますね。できる。街道は女性が普通に。やっぱりこの電車いいんだと思うよ。確かに。逆にこの女性以外誰もいない。何が違うんだろうな。めっちゃタクシーいる。なんか、車ですね。ちょっと舐めてますね。そう。なんか、バスもう5分ごとにずっと出てるんだって。15分ぐらいだからね、タクシーで。それ可愛いよ。可愛いペアブラ。すみません。ほら、あれなんちゃった。固定205元。205元。10分までが545。政府は決めてます。すごい賑わってんね。そう。なんか城下町みたいな、なんか。らしいですよ。なんかここで結構いろいろ見て、で夜景狙って9分に移動するみたいな。しい夢を見ているのかな。あ、すげえインスタ映えのリンクね。一体どうやって色つけてんだろうね。確かにめっちゃすごい。なんか麦のってことは多いね。一時的に食べれると思うよ。私だったら食べちゃいけないっすよ。そうな。ぶどうゼリーみたいな感じ。